のウィンターソングが日本語になった。そういうことだ。そうなんですよ。でさっきちょっと両方とも検索してみたのですが、あのウィンターソングの方がありましたので、ちょっと こちらを先に歌ってみたいと思われます。はい、でこの後ね、これも名曲ですからね。はい、ちょっとこの後ねスペシャルコーナーに行きますからね、ちょっと景気よく歌いたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。いいね、ね、冬といえばこんな感じの曲大好き。これこれ、ていうか途中でさ、なんかスパークリングしてなかった？ものすごい、右耳の方から変なジェットがずっと流れてたね。もう超絶気になったんですけど。気になりましたね。超絶シャーってなったから、これがまたこの番組のいいところあ、もうあるね、音楽のね、アプリ中ものをね、こう、使わせていただいてるわけですよ。そうですね。だから音源に関しては蓋を開けてみないと本当わかんないんだ。リハなしぶつけ本番みたいな。ライブでございます。一応このあれですよ、ここの番組はですね、音楽番組でございましてですね、須渕真奈が皆さんのリクエストにお答えしたりですね、まあカバーっていうんですか、カラオケをこう歌ったり、あと自分の歌をですね、オリジナルソングを歌ったりとかする番組でございます。そしてですね、今日
今日ね、あのちょっとね冒頭番組の冒頭でちょっとお伝えしたんですけども、あのスペシャルな映像があるわけでございますよ。何でしょうというのもですね、私のわがままで、なんとすぶちまながですね、あの私の好きな人とコラボしたいと、お友達とかですね、あと音楽好きの方とかですね、周りもたくさんいるわけですよ。ミュージシャンもいますし、でその中からですね、私がもう愛してやまないこの方とですねコラボしてきました。そしてなんとそれをね、あのプロモーションビデオ風に、もうあたかもプロモーションビデオ風にですね、あの撮っていただきまして、それを今日ですね公開したいと思います。もうマジですごいよ、マジですごい映像になってるんで、あの結構 V で、私もその V の中でですね喋ってますので、でその方と2人でこうやり取りがありますので、その辺もちょっと楽しみに見ていただきたいなと思います。はいはい、では準備はいいでしょうか。はいはい、行きましょう。 VTR スタート。イエイ、今日は銀座に来てます。今からとあるお店に撮影に行きたいと思います。行ってきます。今日は私の東京の母を紹介したいと思います。坂井孝子さんです。すごい東京に来てからね、ずっとお世話になっている方で、あの銀座リズというお店なんですけど、今日銀座リズのママさんでございます。こんばんは。私もですね、あのよくお店に、ここのお店に来て歌わせていただいてるんですが、なんと高子ママもピアノが弾けるということでですね、私も2人でよくあのコラボで歌わせていただいているのですが、今日は勝手に作った急な企画第1弾ということで、私の好きな人とコラボしようという企画を持ってきまして、第1弾高子ママと一緒にやったんだよね、はい、演奏しましたので、ぜひぜひ楽しみに見てください。もうめっちゃかっこいいと思います。では VTR どうぞ。寂しい心、殴
イエイ、どうでしたでしょうか。もうめちゃめちゃ雰囲気が出てたと思いますけども、もうこっちやってる方めっちゃ緊張してやってるでもね、まなちゃんのね本当にあの伴奏しやすいの、あのね、声がソフトで、はい、なんかね、とっても弾きやすくて、あの自然にこうクリスチェンドと森はちょっと一線も読むんですけどだんだん大きくとかなんか自然にこう弾けちゃうからすごい楽。嬉しいです、ありがとうございます。ということで実はもう一曲ありますんで、そちらの方もぜひ見てください。では行きましょう、 VTR どうぞ。すごい雰囲気あって、まあ、撮った時はめっちゃ緊張したけど、バッチリな感じに仕上がっていたのではないかと思います。
ね、緊張するよね、やっぱちょっとね。でもあのいい緊張で、はい、あの逆にいつもより演奏とかね、演奏歌歌歌良かったと思います。いやどうかな。よかったよかった。はい、あのリズさんはですね、あの銀座中央通りに面していて、もうすごいロケーションのいいあのビルの最上階にありまして、景色が本当にいいです。なのでぜひあの私とママのコラボをですね、またやるときに ね生で見に来てもらえたらなと思います。では本当にありがとうございました。酒井貴子さんでした。ありがとうございました。イエーイ、また一緒にコラボできたらと思います。ではでは、バイバイ。バイバイ、ありがとう。イエーイ。何ですかこれは。どうだったですか皆様。すごかった。すごいでしょ。何ですかこれ。すごすご、なんかね、めっちゃ良くなかったですか。すごく良かった。本当にプロモーションビデオだったでしょ。本当ですね。いやいや本当にあの高子ママもめっちゃかっこよかったでしょ。ママさんすごいね。ね、本当にもうプロのピアニストの方じゃないんですか。あのいやでも、うん、プロだよ。もうプロですよね。どう見てもね。そうですよ。すごかったね、本当に。でもコラボね、うん、そうなんですよ。あの私高子ママといつもコラボさせてもらって、これはまあ、うん、普通にあのお店にあの、はい、で演奏させていただいて、あ、歌わせていただいてる感じなんですけど、ほうほうほう、もう今回初めてさ、はい、こういう感じのか形を作ってもらってさ、すごい楽しかったです。すごかった、はい、ママさんね、お綺麗な方でね、あれは生でね、あれ生でもやったりするんですか。やりますあれ感動でしょうね。ぜひぜひあの生で VTR でここまで感動するんですから。いやそうだよ、ほんとそうだよ、ほんとそうだよね。生で見てほしい。あーでもよかった。はい、というわけであの銀座のラウンジリーズさんっていうお店なんですけども、銀座ラウンジリーズさんですね。はい、そうです。あのさっき VTR でも言ったんですが、銀座通りに面して銀座8丁目ですね。銀座8丁目の第3ソワレドビルというビルの 9階、最上階になります。おー、眺めもいいでしょうね。もう最高です、もうマジで、行きたい。はい、というわけでぜひね、あのもしあの行きたいぞ、興味あるぞっていう人はですね、うんうん、あのこの DM なんて言ったらいいの、ツイッター、うん、ツイッターの DM は、はい、あの私にこうね連絡くださればですね、はい、あのぜひぜひお誘いしたいと思いますので、はい、行きたい、ぜひ連絡くださいというわけでございました。お願いします。酒井貴子ママ本当にありがとうございます。ママさんありがとう。見てくれてるかな、見てくれてるかな。めっちゃよかったよ。あ、めっちゃコメント、コメントもいっぱい、コメントいただいておりますよ。めっちゃよかった。あ、すごいすごいって言っていただいてます。田中さんも、おーで、N さんっていう人いるね。そしてすげえめっちゃいい、あ、稲葉さんありがとうございます。ありがとうございます。ママ登場。そして前添さんありがとうございます。どうもそして吉野さんありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごいすごい、いっぱいコメントをいただきました。いやーいいですね。まあ今日は本当に出だしからトラブルありましたけど、はい、喉がちょっと調子悪かったりもしましたけど、はい、挽回しましたね。挽回しましたよ。もう今のでチャラになりましたよ。もうそれぐらい今のすごかった。うん、コメントいっぱい YouTube ね、嬉しいです。嬉しいです。どんどん入れて。あとマキさん雰囲気よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。早くコロナが収まってリズで歌いたいものですと、うん、うんうん、ぜひぜひ歌いに来てくださいね。そうですね。お客さんも歌えるんですか。お客さんは歌えます。はい、そうなんですね、はい、そうです。お客様も一緒に歌っておりますよ。あれなの、ママも歌うの。ママも歌うよ。おお、いい。弾き語り舞台もあるんですか。弾き語りってたまにやってくれるよ。うわ、特別な時やってくれる。それはすごいですね、はい、でハモリとかやるよ。すげえ。ハモリとかすごいですよ。うん、ちなみに、はい、今のもうほとんど PV だったじゃないですか。 PV でしたね。もうなんかライブって感じを通り越してたような気がするんですけど、はい、あれは どうなんですか。一発撮りなんですか。一発撮りです。一発撮りに近い。本当にすげー。なんかでそのまあ環境っていうか、なかなかその、はい、最初の音作りとか、はいはい、結構頑張ってもらって監督撮ってくれたんですけど、うん、だからウサピョンも来ればよかったんだよ。今度行く。
それでなんかそうマナがさマイク結構離して歌ってんの。そう確かにね。結構離してでしょ。あ白いマイクね。そうそうそう。綺麗でしたよ。であれもあのそういう風に撮ったの。なんていうかめっちゃ近くなっちゃってなんか声の調整とか。おープロですね。マナさんやっぱプロですね。あ一応。いやでもなんか緊張したなんか本当に。やっぱ雰囲気違うんですかこういう生放送とかステージとかと。違いますよ。またちょっと違うんですか。はい。なんかあの今私自分のチャンネルすぶちまなチャンネルで、はい、あの一発撮り、はいはい、あのスイートソングスっていう企画でずっとやらせてもらってるんですけど、うん、あの時も映像と音を一緒に撮るんですね、はい、だからその顔もさ表情を作るしさ、うん、で顔のこうなんていうの顔やってたら 歌えないしさみたいな状態になるのね、うん、でそのちょうど合間はなかなかね難しいんですけど、うん、あなんかまなさん、はい、コメントがありがとうございます。吉野さん、吉野さんありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。田中さん、僕もリズで歌いたいものです。 いいですよ、もう全然絶対行ってください。本当にいいお店ですよ。みんなで行きましょう。はい、で見てくれたらよかった。いっぱい見てくれましたね。本当によかったです ね本当嬉しいです。これまたねアーカイブで見れますからね。そうですそうです、アーカイブで見れますから、うん、何度も見ましょう。何度も見てください。ずっとあのここからこのフリーウェイライブ TV さん の YouTube のアーカイブとして残っていますので、はい、何度でも見ていただけると思います。はいはい。もう PV みたいだからね、もう何回も見てほしい、うん、そしてあの私とあの高子ママさんのあの結構トークのなかなかがそうトークのなんか感じとかあの感じですね。オンオフがいいですね。そうなんですよ、オンオフをこうねオンオフな感じでございます。うん、曲もでも良かったですね。曲ほんと良かったですね。ねえ、はい、素晴らしい。1曲目がアンディさんオリビアを聴きながらですね。あ名曲ですね。はい、めっちゃいい曲ですね。もう何回歌っても思います、うん、本当に、うん、すごくいい、うん、でファーストラブも宇多田ヒカルさんのファーストラブも、うん、でまたあのタカコママアレンジしてくれてて、うん、こうフルリーってね、確かに確かにすごい美しくて、あの盛り上げるとこすごかったですね。はい、本当にあれはやっぱりこうピアノでもギターでも弾く人によってアレンジ変わりますね。違うのかな、はい、解釈が変わってくるんですかね。そうですね、本当になんか、うん、よく分かってらっしゃるって感じですよね。本当にそうですね、うん、なんか皆さんやっぱ好き好きにっていうかその皆さんの感性でアレンジ、うん、弾き語りだと特にその人が出る感じですね。本当になるほど、ピアノで歌うなんかママの旋律とてもね美しいんですよ。いつも本当に美しい感じ、うんうんうん、旋律がすごい綺麗な旋律を、うん、弾かれるので、うん、それはもう大好きですね。あ、素晴らしいコラボですね。はい、楽しかったです。またぜひあのコラボさせてください。はいはい。そしてまたせっかくこの企画立ち上がりましたからね。そうですね、いろんな人とコラボしたいですね。なんかあのタイトル言うあたりがぐだってた感じはありますけど、はい、もう決まっちゃったわけですね。はい、このコーナーやってこうと、あの私のわがままでできたあのすぶちまながコラボしちゃうぞコーナーでございますので、はいはい、それはコラボっていろんなコラボあるじゃないですか。はい、音楽じゃなくてもいいんですか。はい、例えばどのコラボ。なんかあの料理人とか。あ、料理人あ、料理人とか面白いかも。でもそこまで取りに行かないといけないよ、また。まあでも コラボだからやっぱ音楽ですよね、基本はね。そうですね、歌い手なので、うん、じゃあ音楽、これご趣味でやられてる方でもいいんですか。はい、もちろんでございます。おー、いい、素晴らしい。音楽で人がつながる。はい、いいです、とてもね。え、だからなんか私のでも知らない人といきなりやるの緊張するからさ、うんうんうん、あのまずは知ってるそうですね、はい、お友達からね、あのマナとコラボしたいっていう人がもしいましたらですね、あのぜひ私コラボさせていただきますので、ぜひ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 声かけてください。僕も手伝い行くよ。イエイイエイ。いや、いいですね。こちらの方にもあのツイキャスの方にもコメントいただいております。はい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 。三浦さんありがとうございます。そしてこの駆け足さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。エリザベス&マナ先生、最高最高ありがとうございます。そしてロディさん、すごい拍手くれてる、めっちゃ嬉しい。イエイ、ありがとうございます。今日はマナ先生、はい、来ないですかね。今日は
今日はね、歌いたい歌がいっぱいあるからね。あー、先生、お休みですね。いやでも、あれじゃないですか、 V でね、ちょっと V あんま関係ないからV でね、とか言ったけど。ではじゃあリクエストコーナーに戻りましょうかね。戻りましょう。なんかあと、めっちゃ喋ってるな私。やばい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 。なんかちょっと歌おう歌おう。んーとね、はい、ちょっと趣旨を、今日はね、クリスマスソングをね、リクエストもらって歌っているという体でございますので、はいはいはい、なんか普通、はい、音楽番組とか、はい、まあ何でもそうですけど、はい、なんかこう、クリスマスのデコレーションがあってもいい話なのに、この場面何も変わらないという衣装も変わらない。そうだね、赤着ればよかったよ、赤と緑と白。もう何も普段通りという、はい、特にそういうオープニングとかもなくなんならちょっと事故ってたから今日それがこの番組のいいところ。そうですね、はい、じゃあちょっともう、はいはい、曲で勝負しましょう。はい、白い恋人たちとかいかがですか。白い恋人たち、どなたの。桑田佳祐さんでございます。ちょっとまだも 初挑戦なんですが、桑田さんってどうなの、なんか声が低いイメージが。そんなことないかな。低いところから高いところまでレンジがすごいでございます。レンジがすごいんだ。はい、幅がとても広い。なのでちょっとどうなるか分かりませんが、うんうん、せっかく音源があるので行ってみたいと思います。行ってみよう。はい、季節を見ていた。外はため息さえ凍りついて、冬枯れの街路樹に風が鳴く。あの赤レンガの停車まで二度と帰らない、誰かを待ってる。今宵涙こらえて奏でる愛のセレネード、今も忘れない恋の歌。雪よもう一度だけこのときめきをセレブレート、一人泣き濡れた夜にファイラー。聖なる鐘の音が響く頃に、最果ての街並みを夢に見る。天使が空から降りてきて、春が来る前に微笑みをくれた。Oh, 心折れないように、負けないように、 Loneliness 白い恋人が待っている。だから夢と希望を胸に抱いて Foreverness、 つまい毎日がやがてはありがとうございました。いいですね、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい。あれでも、まあ、これこっから盛り上がるとこだったんじゃないの。えそういうこと。いや、そこまで言ったらな、あれかなと。はい、はい、よかったです。でさっきで、これちょっと続けていっちゃっていい。はい、さっきあのさ、
あのちょうどウサピョンがさリクエストくれたじゃん、うん、あんまり歌ったことないんですけど、うん、クリスマスソングにもロックがあるよってなって、そうそう、さっきね、そうバラードがやっぱ多い。